はい、というところでオープニング、映像を見ていただきましたが、今回から新ギレンの野望、こちらをプレイしていきたいと思います。で、新ギレンの野望、ギレンの野望自体はシリーズ化されているゲームなので、ご存知の方も多いと思うんですけども、実は最新作は今ご覧いただいている新ギレンの野望で、2011年だったかな、ちょっと前に調べた時は確か2011年だったと思うんですが、2011年に発売されて以降新作がちょっと出ていないということなんで、まあ、ぜひぜひね、新作も期待したいところなんですが、今回はこの新ギレンの野望をプレイしていきたいと思います。で、新ギレンの野望、介入ポイントっていうキャラクターをね、if 形式で投入するためのポイントを稼ぐために、まあ、じゃかじゃかやってはいたんですが、まあ、実況するようなプレイではなかったので、ここまで実況はしていなかったんですが、今回からね、実況の方していきたいと思います。で、シナリオプレイの最初の実況になるので、まあ、簡単に、どんなシナリオが用意されているか、もうご存知の方も多いと思うんですが、ざっとだけね、見ていきたいと思います。まずは、ファーストガンダム、まあ、いわゆる、宇宙世紀の0079ですね、ここのシナリオがレーベル将軍に始まり、ギレンザビ、アムロレイ、シャーズナブル、ランバラルニ、ティアンム、さらにブライトノア、テムレイ、ドズルザビ、キシリアザビ、ガルマザビ、マクベ、ガイアとなっています。で、一部は、ソフト購入と同時にできるプレイになっていて、もう一方で、一部はダウンロードシナリオということになっています。で、今回はダウンロードシナリオの一つ、キシリアザビでやっていくんですが、実は時代の選択としてはもう一つ逆襲のシャア時代もあって、逆襲のシャア時代はですね、ご覧の5つが用意されていて、アムロレイ、シャーズナブル、ギュネイ、クエス、ハサウェイという形になっています。で、今回プレイしていく、シナリオはこのキシリアザビ突撃機動軍司令でやっていくんですけども、まあ、一軍の司令官という立場でのプレイになります。では、早速、プレイの方を始めていきましょう。で、ご覧の通りも、イージーからベリーハードまでクリアはしてあります。ただ、これはもう介入ポイントを先ほどお話した、キャラクターを投入するためのポイント稼ぎのためだけにやったので、今回は、用意されているエンディングのうち、最良エンドと呼ばれているエンディングを目指していきたいので、申し訳ないんですが、ちょっとイージーでやらせていただきます。で、ここがさっきからお話している介入ポイントのところなんですけども、キャラクターをね、投入するにはポイントが必要になって、今21万6000ポイントまで貯めているので、これを今回せっかくなので使っていきましょう。ジオン軍で参戦するんで、まあ、ジオン軍側、まずはドズルザビ中将、これ投入しましょう。すでにシナリオを始めた時点、キシリアザビのシナリオが始まった時点では、ソロモン陥落後なんで、ドズルザビ中将は戦死してるんですけども、復活を遂げたというもと、今回はこのビグザムザビ家仕様、これを使っていきましょう。で、もうね、ザクに比べると100倍の力を有している、10倍ですね、ごめんなさい、10倍の力を有しているこのビグザムザビ家仕様を投入するんでね、もうサクッとクリアしたいなとは思ってます。じゃあまずこのザビ、ドズルザビ、ザビ家仕様のビグザム投入します。あとはガルマも投入しましょう。で、ガルマはこれですね、ザク2指揮官用、まあ、耐久が先ほど見ていただいたドズルザビ中将が乗るザビ家仕様のビグザム、あれの耐久が確か1200だったと思うんですが、もう耐久だけを見ても、このガルマ専用機になっている指揮官用のザク数、これ130なんですね。で、当然ガルマ用にカスタムされているので、これでもパワーが高い方です、ザク2としては。で、コンスコン。コンスコンさんは、コンスコン機動部隊を用いてサイド6中域でホワイトベースと交戦して戦死したコンスコン少将も復活を遂げたということで、今回はティベ。チベじゃないですね、ティベを使っていきましょう。ティベで、あとはドレン、ファルメル、デニム、ジーン、スレンダー、この辺りはね、シャアの部下だった人たちになりますね。で、このデニムとかが乗ってるのがまさに普通のザク2で、ガルマ専用ザクが耐久130だったと思うんですが、普通のザク2はご覧のように耐久70というとこです。
で、使用不可ってなってるのはもう今生きてるので普通に登場しちゃいますってやつですね。で、ガデム。まあ、ガデムは結構ね、識力普通なんですけど、投入できるキャラクターで識が30超えてるキャラってあんまりこの時代いないんで、ガデムを投入しましょう。で、ランバラールね。で、ランバラール、グフにすると、宇宙で使えないので、ここはもうザクバンにします。ランバラール専用機。で、クランプ、アコース、コズン。この辺りは、陸戦型のザクになっちゃうので、これも、なんもなしという状態で普通に乗ってもらいましょう。で、クラウレハモンも、パイロットとしてだけ投入ですね。で、他は、まあ、ガイア、ウルテガマッシュ。この辺りも高機動型ザクで投入しよう。本当ね、この黒い三連星、ガイア、ウルテガマッシュに関しては、ハードをクリアして、ゲルググ、黒い三連星専用ゲルグルを投入したかったんですけど、なかなか難しいですね、ハードにすると。で、トクワンはビーグロー、デミトリーもビーグローにしましょう。で、ダロータは、普通にパイロット登録をして、で、今回フルフロンタル投入します。もう、シャアが生きていた時には、フルフロンタルは当然生きていたはずなので。で、あとは、ハマーン様。ハマーン様もね、ちょっと、容姿はもっと当然若くなるはずなんですが、ハマーンももう実在はしていたという、想定というかね、事実をもとに投入していきましょう。あと1万余ってるか。誰か1万で投入できる人いるかな。スレッガーとかリュウは連邦なんで、ちょっと個人的に入れたくないとなると、入れられるのが、プルかマリーダさんか、ギュネイ、クエス。まあ、ここはマリーダさんかな。総合的にて、マリーダさんにしよう。マリーダさんもね、もう、ほんと、幼子だとは思うんですけど、実在はしていたはずなので。じゃあ、これで始めていきましょう。はい、目的。突撃機動軍の強化。ソロモン戦直後の連邦軍は部隊の再編成が終わるまで大規模な作戦行動は実施しないと思われます。連邦軍が大攻勢を仕掛けてくる前にできる限り戦力を強化。戦力の強化は要請コマンドで部隊数を増やすことで行うことができます。キシリア編では編入命令コマンドは使用できない。機か部隊のみで戦わなければなりませんということになっています。じゃあ早速ね、要請使っていくんですが、その前に改造ができるので改造しましょう。改造というのは、まあ、単純に今持っている部隊を強化するというところですね。まずは、そうだな、それなりに部隊数はいるんで、乗せていっちゃいましょう。各部隊をね。
で、あとは、妖精。で、モビルアーマーだよね。重要になってくるの。エルメスはすぐに作りたい。エルメスに、乗ってもらおうよ。ハマーンと、マリーダさん。で、あと、機体持ってない人誰かいたよね。フルフロンタルにはビグザム乗せたいよなとかね。いろいろあるんですが、あとはゲルググを作っておきましょう。ガトー専用機のゲルググ。これ、耐久250。運動37、移動7。初期型のゲルググに比べると、どうなんだろう。そこまでガトー専用機だからといって、圧倒的に火力があるわけじゃないよね。ガトー専用機を作るぐらいだったら、普通に、ザンジバルでも作っといた方が安心かな。ただ、ザンジバル作っても、クエスチョンなのが、地球に降下するのはだいぶ先になるんで、まあでもザンジバルにしとこう。ここはね、おとなしく。で、モビルスーツは、作れるのが、ゲルググ量産型。これを作っておきまーす。で、改造はお金がないので一旦やめましょう。では、マップの方に戻りまーす。まあ、いつでもね、出撃体制取れるようにしておきましょう。まずは、3連星のザク。これを、ムサに乗せる？ちょっと待ってね。これさ、3連星、まあ、ちょっと一旦部隊乗せてからにしましょう。3連星のさ、さすがに、ザク1とリックドム2だと、リックドム2の方が普通に強いんじゃないかなっていう疑問を持ったので、ちょっと待ってねって言ったんですけど、一通り乗せていきましょう、まずは。舞台をどんどこ乗せていきます。ランバラルグワジンに乗せる。で、これでグワジン満載になったので、グワジンは出撃させましょう。まあ、まずはバオアクーの方に向かわせます。で、さらに3連星の乗ったリックドムの乗ってる、3連星の乗ったムサイで、あとはキリングの乗ったデニム、ジーン、スレンダーの無罪ですね。キーリングはね、結構能力高いんですよね。ちょっと参考までに能力見ておくと、こんな感じです。で、あとは、乗り換えをさせないといけないね。ここもリックドム2にザクから乗り換えさせよう。で、あとはまた人を乗せていきます。ザク数。新松が、松永さんのザクがいたね。ザンジバルにあと3人乗せられる。これでザンジバル回も出撃させちゃいましょう。で、あとは出撃で言うと、ビグロ。これも出撃できるね。で、そろそろ人も乗せていかなきゃいけない。ムサイに誰乗せる？ムサイにハモン乗せて、こっちのムサイには、まあ、それなりに指揮能力が高い。クランプ。クランプ結構指揮能力高いね。クランプは、ランバラールの配下ですね。で、ビグザムは、このまま普通にして、ビグザムあれだな。ちょっと改造したかったね、今思えば。で、クランプの無罪。ザクレロに誰か乗せる？じゃあ、ザクレロに。モビルアーマー適性が高いのは、この中だと、ブーン。
あとはティベのコンスコンとガルマザビ、ムサイが一席余ってるね、パプアも。ここはちょっと増強されるのを待ちましょう。なのでムサイにだけ人を乗せる。指揮能力があるのはこの中だとコズンか、赤鼻か、赤鼻だな、赤鼻がムサイに乗る。ムサイ乗りの赤鼻、ちょっとこれも微妙ですけど。じゃあこれでターンを送っていきましょう。でまあヘクタータイプのね、単性採用されてるゲームになるので多少待ち時間はやっぱり長くはなりますね。で一応今 PS ビータでプレイをしていて、 PS ビータにソフト自体はインストールする形式を選んでるので、これでもまだ早い方なんじゃないかなとは思います。で戦闘画面もあるんで、自分が戦闘するときはその戦闘画面もね、何回かはお見せしようかなと思います。でここで、イエスノーがあるんですが、イエスにするとマクベが死ぬので、ここはノーにします。これでマクベが、戻ってきます、生きて。で、発言力全部使っちゃったので、もうこのままマップの方に移動しましょう。まずはね、バオアクーの中域まで移動しちゃいます。ビーグーローに誰か乗せる？ビーグーローに、そしたら、ボラスキニオフ。さらにビーグローに。ハマーンはエルメスに乗せたいよね。ハマーンマリーダは。そうなると、フロンタルかな。フロンタルとかになると、グワシンとかに乗せたいっていう欲も出てくるんですけど。ジョニー・ライデンのゲルグーがいるね。で、ザンジバルも、というかまあ全体的にもう前へ前へと進めていきましょう。ちょっと心残りだったのが、さっきお話したようにドズルザビ中将のザビ家仕様のビグザムの改造ができなかったところがちょっと悔やまれるかな。まあ、それ以外はいいでしょう。で、あと乗せ替えをしておきたい。三連星の乗っているこのザクワン高機動型耐久130、運動41。まあ、これが一応高機動型ザク、黒い3年生専用機だね。で、リックドームは、いや、運動25、運動41。いやー、どっちがいいのか微妙だな。まあ、普通に考えたら、でもやっぱリックドームの方が向いてそうな気するから、リックドームに乗り換えよう。乗り換える。これで一応リックドームに全員乗ったね。こっちの方がまだ報われてると思う。じゃあ残りの
舞台も出撃していきましょう。で、一応このね、補給線、赤くなってるのがジオンの補給線で、補給線上は、早く進めます。進軍としては。何はともあれ、まずは、部隊を強化しろって言われてるので、発言力を使って部隊を強化していきます。シリア様。ちょっとボタン押しちゃったので先に進んじゃいましたが、シャア大佐からの暗号通信、テキサスコロニーにてエルメスの到着を待つと。じゃあここも養成していきます。ここは、まあ、数が欲しいので、量産型のゲルググ、いやー、それとも初期生産型にする？いや、ゲルググの量産型の方が一旦で作れるんで、これを量産しよう。まさに量産。まあ、イージーとね、特にハードの差はすごいですね。で、難易度はさっきちらっとお見せしてるんですけども、イージー、ノーマル、ハード、ベリーハードになっています。で、その、まともにクリアしようとすると、ベリーハードだと、介入キャラクター、介入機体、介入モビルスーツを入れないと、ちょっと絶望的かなというぐらい、難易度はありますね。さあ、これで全部隊出撃してまーす。じゃあまたターン送りましょう。ガンダムシリーズは何度かね、動画、実況動画の中でもお話してると思うんですけど、僕はゼーターガンダムが一番好きなんで、まあ、ゼーターガンダム。で、次はね、やっぱユニコーンが好きかな。で、最近だと、ちょっとこのゲーム上ではね、シンギレンの野望ではユニコーンまでは登場するんですけども、トワイライトアクシズっていうね、ガンダムの、ガンダムファンに入会してる人だけが見れる、まあ、30分にも満たないような動画だと思うんですけども、それにもね、ちょっと続編みたいなものが、出ていて、あ、ごめんなさい、ちょっとまた押しちゃいましたんで、ちょっとここからまた見ていきます。っていうね、ものも出ているので、そういう楽しみもあるかなと思います。チベ、ウラガンのチベ、あとはマクベのギャンが戻ってきてますね。じゃあここは、モビルスーツ養成しよう。数が欲しい。まあ今、ちょうどね、キシリアも話してましたけど、数が欲しいので、展開します。モビルスーツを展開で、エルメスにはハマーン様、もう一つにはマリーダさんを乗せて、ザンジバルにはまあここはコズンかな。で、ゲルググにはパイロットを配備していきましょう。で、バオアクーンの周りを固める。ドズルザビ中将は復活してるんで、ゼナ様とミネバが生きていると知ったら歓喜ですよね。歓喜マジかとなると思うんですけど、
で、あとは、ここから部隊を出していきましょう。バロムのグワジンが戻ってきてるね。しかもリックドムの乗せてる。ありがたい。で、チベ。ウラガンのものと、あとは、もう一隻入ってますね。で、ここには、マクベも入ってるので、戦力的にはだいぶ、増強されたんじゃない？なんか G ジェネレーションはね、コメントの方、ツイッターだったかな、教えていただいて、新作が一応2019年中に出るんじゃないかということで教えていただいたので、まあ、G ジェネも昔からやってはいるんですけど、G ジェネ自体はね、このチャンネルで実況してるもう一人のミカミックスの方が多分やると思うんで、僕の方はね、ちょっと様子見をしようかなとは思うんですが。さあ、ゲルググがさらに3機。ここでさらに3機要請しましょう。1400使えるんだったら、1400ギリギリまで使いたいな。1400の機体。ズダ。指揮官用。いらないな、今さらズダは。まあそうなるとやっぱりゲルグかな。本当にかゲルググを量産して連邦を迎え撃ちましょう。これでアーバーワークの周りは固めた。で、さらに、マクベの、艦隊。マクベギャンに乗せておくってどうなんだろうっていう気も若干するけどね。グアジンとかに乗せてあげた方が、なんかいい気もしますが。まあ、なんといっても、ドズルザビ中将に、ガルマダブ大佐がね、キシリアの方に入ってるんで、復活した。だもうビグザムはね、爆発して、死産したと思われたんですけども、生き残って、しかも改造されて、ザビ家仕様として戻ってきた。さあ、ここでシャアをホワイトベース討伐に向かわせるとララーが死ぬので、ここはノーにして、シャアともども吸収します。仕方ありません。我々はグラナダに帰還します。で、ここも発言力全部使ったので、マップに移動しましょう。シャアの合流を待ちます。とにかく戦力を増強します。で、シャアが戻ってきたら、まあ一応戦力的には整いますね。あと、モビルスーツを増強していくだけになると思います。ひたすらモビルスーツを養成して、
しかも量産型のゲルググでいいんじゃないかなと思うので、量産型のゲルググを数揃えていきましょう。シャアが戻ってきたね。重要な戦力だ。連邦との決戦に備え、無駄な損失を防ぎたい。了解しました。奥歯討伐の件は残念ですが、我が隊は通常任務に復帰します。さて、じゃあまた、いや待て、改造できる。シャア専用ギルググ。あとはエルメス改造する。いやー、ここはモビルスーツの数だろう。数で押す。ではグラナダからシャアを呼び寄せます。シャリアブルのブラウブロも乗せられる、乗せられないね。じゃあザンジバル出撃しましょう。で、ブラウブロはそのまま追従します。もうこれで介入ポイントを使ったキャラや機体は全て配備して、バオアクーの周りを固めています。で、宇宙は今だからソロモンとルナ2が連邦軍の支配下に入っているというところですね。ゲルググ量産型がさらに3機。ここはさらに量産型のゲルググを。エネルギー、燃料はね、ちょっと増強しといてもいいかなっていう気は確かにするんですよね。燃料切れになると貴重な戦力が一度補給のために戻ることになるので、アバーワクーのマリを固めて連邦の出方を待つと。もうほんとゼータガンダムはね、昔から見てるんですけど、一番見た思い出があるのが、大学のね、3年生の冬だったと思うんですけど、クリスマスぐらいの時期に、ツタヤで、もう一気に借りてきて、まとめ見をしたのをよく覚えてますね、当時。大学は、町田、方に、キャンパスがあって、そこで一人暮らししてたんですよ。さあ通達です。ジオン本土防衛作戦実施要項。ア・バオアクーとグラナダを結ぶ最終防衛線に部隊を展開、連邦軍を牽制。連邦軍の進行ルート確定後、ソーラリーを照射、連邦軍本体を撃滅する。防衛線に展開した部隊で敵残存勢力を掃討ということですね。ソーラレイ、ヒレンのゴリ押しだな。部隊の展開を急がねばならんな。さあ防衛部隊の展開です。ジオン本土防衛させるため、グラナダ基地から部隊を出撃。ソーラレイ照射後、連邦軍の残存部隊に掃討戦を仕掛けるということですね。じゃあここもゲルググの量産型要求しましょう。で、大学の時にそのまとめにした時から、まあ、ちょうどそのあたりだったと思うんですけどね、エウーゴ VS ティターンズっていうアーケードゲームがむちゃくちゃ僕の中ではハマって、それこそミカミックスとかとね、よくやった覚えがありますね。で、その後はもう皆さん何度か動画の中でも過去お話したことあるので、なんかまた同じこと言ってるよって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
就職して一度、まあ、六本木の方に行って、その後大阪に行って、またこっちに戻ってきて、みたいな感じで、まあ、うろうろしてますね。さらに、ゲルググを3機、要求します。ゲルググ祭りだな、ゲルググ祭り。さあ、連邦軍の主力がやってくるんで、ちょっとあいつらの射程に入って無駄に損害を受けるのは避けたいので。ちょっと陣を下げましょう。あとは、そうだな、エルメスとか出撃させてもいいかな。エルメスどこ行った？エルメス。ちょっと次のターンに、エルメスを前に出しましょう。ここはコリースに量産型のゲルグ。エルメスも鮮明に展開していきましょう。ビグロも前線へ。ブラウブロも前線に出します。もうモビルアーマーは耐久力が高いので、やっぱモビルアーマーをね、前へ前へと押し出していく。なんでランバラルが一緒にね、ランバラルがぴょっと出てきちゃったけど、ランバラルはいいのよ。こんなとこかな。ラーラーのエルメスも出しておきましょう。マップ今出てる試行中の画面右上がルナ2ですね。ソーラーレイ、ゲルドルバ照準で発射されました。敵の被害状況を確認。連邦艦隊の約3分の1が消失したと思われます。しかしなぜか分かりませんが、グレートデキンの識別信号がゲルドルバの戦場で確認されたのです。グレートデキン、出撃の報告はあったのか？いえ、報告はありません。分かった。敵の残存兵力の監視を。これより我が艦隊はアーバンワクに向かう。ソーラーレイ勝者の真相追求。ソーラーレイ勝者により連邦艦隊に大きな損害を与えることに成功。しかしデギン公王の座上艦グレードデギンの識別信号が同中域で確認されたとの未確認情報もあります。アバワクに向かいつつ続報をお待ちくださいということですね。まあ我々キシリア軍としては引き続き
モビルスーツの増強を、これを優先していきます。連邦軍艦隊、本当に3分の1消失したのか。ホワイトベースいるね。ホワイトベースに乗ってるのは、まあ、当然アムロとかが乗ってるんでしょうけど、ガンダムだね。こっからは確認ができませんでした。もう地上はほぼ連邦色に染まったね、地球は。まずは宇宙を完全に支配下に置かなきゃいけないので、ソロモンの奪還、それとルナ2の攻略ですね。では逆賊ギレンの討伐、これに目標を移行していきます。正義は我にあり、真相は私、正義がどちらにあるのか国民に問わねばならない。こっからザビ家の内紛です。総帥就任、ジオン公国軍の総帥に就任、全部隊の指揮権及び戦略決定権を獲得。全権の内容ですね。全所属部隊の操作が可能、使用可能コマンドの増加及び変更、軍の総資金と総資産が使用可能、階級上昇対象に昇格。15万、資源15万。参謀部より特別プラン資金強制挑発が提案されたという話ですね。で、ギョルググ3機増強してました。まずは特別行こう。資源を売却して金を得る必要があるので資源売却します。で、外交の強化を1回入れておく。いや、今は必要ないな。どちらかというと、この技術開発とかをやっておこう。で、兵器の改良。この後何を主力に据えるかなんですが、やっぱゲルググだよね。ゲルググ。ゲルググの量産型を、ちょっとパワーアップさせておきます。ゲルググの量産型を今後の主力兵器として使っていきましょう。で、新兵器の開発プランですね。核武装追加。核武装の生産を再開する。再開して、あとは黒い三連星のドームですね。ゲルググの高機動型。どうかな。ゲルググの砲撃戦。これはね、連邦軍と戦うときに使えるので、開発しましょう。で、その他だと、突撃用モビルスーツ。さらに、シャア専用ズゴック。ガトー専用ギャン。あと、ドワッジ。
レズン計画の5、ムサイの搭載量強化。ムサイはね、結局地上戦で使えないのであんまり使いづらいんですよね。じゃあ一旦これくらいにして、生産の方に入りましょうか。まずはなんといってもこのね、アバワクを攻略しなきゃいけないので、アバワク攻略に向かうんですが、その前にモビルスーツを作っていきましょう。まあ、自由に何でも金がある限り作れるようになったとはいえ、作るのはゲルグー。で、ここには敵、まあ、ギレン艦隊がいるんで、このギレン艦隊を迎え撃つために用意しなきゃいけないね。まずは出撃させていこう。リックドム。まあ、単なるリックドムですね。リックドム。2ではなく、リックドム。いや、ここ一旦さ、もうちょっと敵引きつけたいよな。敵引きつけましょう。なのでモビルスーツ作っていく、まあ、ここはさっき強化したゲルググの量産型、これをとにかく数を用意する。で、あと拠点としてはどこが残ってるの。戦略メディ拠点、ズムシティとグラナダしかないのか、なかなかしんどいね。そしたら、ジョニー・ライデン出すのはもったいないんで、いや、いいだろう。一旦じゃあ今回ここまでに、時間も、長くなっちゃったのここまでにして、次回は、バーワークーの攻略戦をやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の、収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。